もちさん。なかなかね、出会わないね。おはようございます。今日は学校休みの週末なんですが、半年ぐらい前から家具を探していて、収納スペースが本当に足りなくなってきて、サイドボードが欲しくてずっと探してたんですが、先日ようやく見つけて今日届く日なんですね。で、届く時間までにお部屋の掃除とか、昔からあるタンスを勝手に塗った青いやつを代用して使っていたんですけども、ここにちょっとサイドボードを置きたくって、これを移動させて新しい家具が届く準備をちょっとしていきたいなって思います。部屋がね、やっぱりもう週末にもなってくるとすごい荒れ地で、その掃除もしながら準備を進めていきたいなって思います。で、子供たちは今お友達の家に遊びに行ったので送ってきたんですけれども、夫がここで寝ています。今日は家具が届くっていうことを再三ずっと言ってきたことなんですが、気がついたらちょっと起こしていこうと思います。寝てる方が楽なのかな。掃除機当ててる間は寝といてもらう、その方がスムーズやわ。あとすいません、前回前々回かな、コメント DM やったかな、どちらかで掃除機当てるって言うんですねって、初めて聞きましたってコメントいただいたんですが、方言なのか関西弁なのかちょっとわからないんですけど、掃除機はかけるもんなんですけど、掃除機当てる、アイロン当てる、パーマ当てるって、かけるっていう言葉を当てるって言いがちなんで、これってな、関西弁なのかな、かけるっていう意味です。すいません、わかりにくくて。何これ、わわわわわわ、テレビの下のホコリの集合体がえぐいね。どっから生まれてくるのこれ。次女のサンタさんからのプレゼント、マリオハッピーセット。朝ね、ちょっとレモンティー飲んだら結構ね、寝る。紅茶、レモンティー、緑茶をやっぱ寝るね。そもそもお子さんと思います。寝かしてはあげたい気持ちはあるんですけど、今日は家具屋さんね、届いちゃうんで荷物が、それも撤去して、この椅子もちょっともう違う部屋持っていこうかなって思ってたんで、相談しながらやらないと、って始まったらまた派手な喧嘩始まるんでね、うちごめんやけど、こうします。約束してたように家具が届くんで、ごめんだけどって進める。寒い。え、寒い寒い寒い。寝かしてあげたいんだけど、今日8時寝たらよろしいし、夜のちょっと子供いないの利用して片付けませんか。こっちなんで、うん、めっちゃもしかしてレモンティー飲んだっけ。飲んでないよ。飲んでない。飲んで、で私レモンティー飲んだらすごい回転早いからさ、トイレ行きたくなる。あ、そうなの、うん、うわっ、あくびした時に鼻が伸びたけど絶対ウィンが燃えて、いやな、この下側の家具が赤の見ちゃいけないものが見える。寝てるって。昔チケットピアで朝からライブチケットさ並んでる人みたいに私やったことあんねん、ほんまに。スマップのコンサートでファンクラブまだ入ってない時な、チケットピアの前でもう一日並んだことあんねんけど、そんなんやったらずっと懐かしいな、チケットピアとか、うん、並ぶよったやん。今はさオンラインがある。俺並んだことはない。電話はめっちゃしたことある。何に行きたかった。え、それ一気くん、うん、吉田拓郎。あ、主人の実家に
レコードがむちゃくちゃあるんです。で、一部ね、持って帰ってきたんですよ。レコード聴きたいってなってね。あれ？こんだけしかなかった？いや、まだあるけど、うん、なんか、え、こんなん聴いてたみたいな言われてるやつを持ってきた。うちの子も歌うもんね、山下達郎は。聖子ちゃん、風立ちぬって、風立ちぬってやつやな。後ろ。今は何、何飛行機雲ってあれやんな。ジブリの風立ち。そうやんな。空に憧れた。ユーミンのサウンドアドベンチャー俺めっちゃ聞いてたからね。あ、言ってたから。ディアユーミンって。ちょっとごめん。恋愛相談するやつ。ちょっともうちょっと後ろ行ってくれ。バッセリ、あーそのバッセリ、あの探偵物語の主題歌とか、これ五大悟で、これガンダーラ、これ誰、クリーデンスクリアウォーターリバイバル、ハイスタがカバーしてんねん。あー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 、違う、それじゃない。あ、これ私めっちゃ知ってるし、あー、ジャクソン5ね。あ、すいません、途中でね、カメラ電源切れたんです。なぜならばすごく語ってくださって、こういう長尺で、いや、もう全部割愛させていただく。これもう全部見てるの？うん、全部箱じゃって。ここにまず一旦机の上に置いて、この椅子ももうこれ、うん、片付ける？片付けよ。結構ちゃんと見てんな。マジで頑張った。いや実はこう2個やねん。だから箱めっちゃ箱がやねん、1人で下を向いてたよ。ほんまに足場癖ってやべ。大丈夫。まあ、掃除機、はい。はい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 。ちょっと。これ重端に追いやられた感じ。そんな感じで、あとは家具が届いたら続きを撮っていこうと思います。カラースーパーに行って、クリーニング屋さんにも行ってね、取りに行かないといけないものがあるんで、クリーニング屋さんとスーパーと、あと帰りに子供ピックアップして帰ってこようと思います。じゃあ行ってきます。はい、ゆっくり。ピカストップ。待ってたー。これは70、80になった時の自分を想定して選んで。あ、そうなの、うん、なんか長く使いたいの。あ、10年ぶりに家具買いましたいや、めちゃくちゃ早いやん。もう子供の種類がもうめちゃくちゃ増えたからさ。あ、なるほどね。もうほんと大変で。やだ、作りましょう。伸ばさないで。気に入った？おかしい。棚の買い方間違えてるけど斬新やん。今、まあいいわ。棚の買い方新しいわ。で、もう棚に興味ない？スルメの方が高い？おまけ。こんばんは。今すごくアクシデントが起きまして、夫が階段からずっこけて頭から血出てかすり傷なんですけど、シャメールを友達の看護師さんに送ったら、かすり傷やんって言われて、でもうものすごい叫んで、で病院に送ってくれっつって、夜中の今11時前なんですけれども。違う、一個言わせてもらっていい？腰打って、背中打って、かかと打って、今もうボッキボキやねん。痛いよ。ボッキボキってあかんくない？ちょっと悪かった。痛いでね、その階段から落ちた時にすっごいキャーみたいな感じを言ったから、なんと娘が起きてしまって、ちょっと今からお布団に連れて行きたいと思うんですが、まあ、22キロあるんです、小学校1年生で。抱っこして連れてってって言ったら、殺す気かって言われて。俺じゃあばら折れてっちゃうかなって思って。息吸って。はい、大丈夫。友達からもアドバイスも、大丈夫って言われて大丈夫やでって結構上さで。いや、それほんまに何よ。ずっとしときんや。もうちゃうねん、座って立つんが痛いねん。靴下気が緩んでた。
とりあえず大丈夫かな、ささやか、ささやかでも、ぎっくり腰だけ気づきや、え、これ一段階でいった方がいいと思う？いや、うん、いいと思う。あかん、頑張れ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 。マジで無理やで。あ、頭、頭、頭、気をつけ、頭、気をつけ。はい、長女もお布団で寝ました。大丈夫？尻尾ある？あ、尻尾な、ない。あ、これ払うのかあるの？ん？これ。貼って。じゃあ持ち上げてくれる？私貼るから。いやいや、無理って俺、痛いの。あ、じゃあ奥前にこれ貼るわ。だってこれ。いや、これめっちゃ重いね、この家具。え、あれ、え、めっちゃ重いよ。いや、だからそれも俺が元気になってからだし、足の裏に貼る用のシールはまた今度。これ敷居が取れないから、ここ縦に入れたかったけど無理やわ。まあしゃあない、こういう感じでしか置かれへんわ。探すの大変じゃない？ああ、聖子ちゃん、また聖子ちゃん、聖子ちゃんもらった。いやいやいや、達郎さん、いや、ここでいいや、絶対明日あれやわ、近所のおばちゃんに、え、犬はどないしたって絶対言われるわ、そんな感じで、半年間探し続けてたサイドボードはようやく見つかって、家具屋さん周り面白いな。面白い。ちょっとな、サイドボードを探してるときに、家具屋さん周りがすっごい面白くって楽しくって、ハマるね。あとは鏡欲しいな。娘たちがね、やっぱりダンスの練習とかもしたいって言ってるんで、こう大きめの姿見が欲しいなと思って探してはいるんですけれども、なかなかね、出会わないね。鏡はなかなかないわ。ね。そんな感じです。味が出てくるように使おうと思います。味が出てくるように使う？何やそれ。気に入ったものが見つかってよかったです。そんな感じで今日は、本当にもういきなり階段から落ちたっていうようなハプニングがあり、どないしようかな思ったんですけど。いや、マジ気ぃつけや。え？いやいやいや、あなたがね、明日、朝一病院やな、まず。いやいやいや、大丈夫大丈夫。あゆき？病院。ああ、いた。体の内身が痛いんやんな。内身の背中が痛いが一番。あとお尻。あとかかと。かかと。ちょっと待って、明日お風呂入れる？お風呂、またげる？浴槽。いや、無理。シャワー。座れる？熱っ。え、待って、そうなん、立ってって。明日靴下あげるやんな、自分で。明日靴下剥がして。いや、靴下剥がすのはまだいけるけど、脱がすん嫌やわ。靴下脱がしてよ。お風呂入った朝はまた行ける。帰ってきた時脱がす。嫌やわ。俺だって嫌やわ。俺だって嫌やわ。マジ早よ、治ってな。